誕生日に贈る言葉。1月15日生まれの意志が強いあなたに。キキ物語。1月15日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは野心家で意志が強く優れた価値判断能力があります。内なる情熱と持ち前の指導力で目標に向かって粘り強く献身的に取り組み、高い地位に上り詰めることができるでしょう。現実的ではっきりものを言いますが、生まれつき人付き合いの才能がありますので、社会的にうまくやっていけます。ただし物質主義にとらわれるのが玉に傷です。あなたの素晴らしい可能性を実現する妨げとなるので注意しましょう。支配性である乙女座からも影響を受けるため、コミュニケーション能力に優れ、細やかな配慮をすることができます。また論理的で几帳面で集中力と深い思考力を持っています。ただし生来批判的なので、意見を述べるときには辛辣になりすぎないように注意しましょう。何でもはっきりさせようとする性格は、問題解決やビジネスチャンスを高めるためには好都合です。強烈な個性を持ち、想像力と起業家精神を兼ね備えたあなたは優れた判断力を持ち、いつの間にか人のため人権のために戦ったりしているでしょう。勝ち気で頑固で活動的で、組織をまとめたり人を触発したりする力を持っています。太陽が水瓶座を通過する6歳から35歳までのあなたは、グループ活動を重視し、肩の力が抜けて自由を愛するようになります。また風変わりなことに興味を持ち、個性を表現する場を強く求めます。太陽が魚座に入る36歳を過ぎると、感受性や精神面が強化され、これは未来への展望、夢、理想となって現れてくるでしょう。1月15日の誕生花はポピー。花言葉は安らぎ。ラムサからの今日のメッセージ。思念とはエネルギーの場であり、それ自体が一つの生き物である。ひとたびその生き物を想像すると、我々はそれを取り消すことはできない。それは想像されたのであり、そのフレームはすでに作られたのである。そして我々は自身が生み出したこのエネルギーの内部に浸っているのだ。それではあなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。